ちょっと違うな。やっぱり不思議ちゃん路線は似合わないのかな。最近髪を伸ばしてイメチェンしたのに、どうもその言われないんですよね。可愛いねって。だから僕はもっと女の子っぽくなって大勢の男の人に可愛いって言われたいんですよ。そのための特訓を今必死でやってるんです。見た目を変えようと何しようと、なぜだかいつも僕のファンって女の子ばっかりなんですよね。女の子にお姉様かっこいいって言われるのもいいけど、やっぱ男の人のハートも掴みたいんです。じゃあプロデューサー、僕の特訓に付き合ってください。明日はオフだし、一日中目いっぱい特訓できますよ。じゃあよろしくお願いしますね。してるんです。そんなの決まってるじゃないですか。よし頑張るぞ。ひー、心配性だなプロデューサーは。僕ガツンと可愛くなりますから大丈夫ですよ。そうだな、やっぱりまずは走り込みからですかね。走り方、女の子っぽくて可愛いですよね。やっぱそうですか。やり、僕何かを掴みかけてきたかもしれないです。なんか燃えてきた。あと30キロランニングマシンで走ってきます。また後で。さーて、それじゃあ今日の特訓はこれでおしまいっと。ひー、根性と体力だけは誰にも負けませんから。でどうですかプロデューサー。可愛くなったかどうか聞いてるんです。可愛いと思ったらそう言っていいんですよ。何ですかそのはっきりしない返事は。まだまだってことなんですね。まあいいです、一日の特訓で極められるほど
可愛さ道は生ぬるくないってことですよね。僕これからも特訓を続けて、いつか必ずたくさんの男の人に可愛いって言われてみせます。はい、じゃあまた特訓付き合ってくださいね。今日はありがとうございました。ヒヒ